モ帳かわいい。メモ帳かわいい。かわいいね、うん、で見てこれかわいくない。ビーチサンダルの消しゴムなんてかわいくない。これ消しゴムですよ。やばっ、かわいい。え、かわいいんだけど。かわいい ね。これどうする、買ってっちゃう、うん、これかわいくない。かわいいよね。お友達喜びそう。黄色かな。ちなみにしほちゃんはね、今日はお友達の誕生日プレゼントを選んでます。はい、ここかわいいかなと思って、ね、かわいいのがいっぱいあるから。何色が好きかね。黄色かピンクか緑、3色何色がいいと思う。わかんない。ちーちゃんはお友達だ。私はピンクだけど、ちーちゃんはピンクだけどね。友達紫ってイメージが強くてさ、この3色だとわかんないな。そうだね、あえて水色。紫に近っぽくない。それか元気よく黄色でもいいね。夏っぽいし、夏だし黄色にするかも、うん、黄色も可愛い。じゃここの鍵と、うん、この消しゴム、はい、でまだ300円くらい。肌触りツルツルだね。ゴムっぽい。ゴムっぽい。いろんなノートがあると迷っちゃうんだよね。ね、すごい、うん、私はこれなんだ。ひょちゃんこれね。これは自分のです。自分で学校で使うそうです。はい、学校で使います、ね。じゃあ次見に行く。見に行きましょうか。かわいい。どれ、え、かわいい。あ、すごいセットになってんの。いいね。私もこれ学校に使ってるんだけどさ、こういうやつ。そうなんだ。300均で買ったやつね。へえ、超いいのこれ。使いやすいね。使いやすいよね。筆ばっかに入れておくとさ、付箋って汚れるよね。超汚れちゃうのね。ふにゃふにゃになったり、キャップしてても、そうだよね。筆箱、消しゴムとか汚くなっちゃう。わかるわかる。汚くなっちゃうから。だから独立してるのいいよね。いいよね、かわいい。なにこれ。引き出しメモだ。かわいい。こんなのあるんだ。いいじゃん。引き出しでさ、ここ要注意。ああ、確かに確かに。そういう使い方もできるよね。暗記白ここみたいな。暗記白ここ。ランタン、ランタン、キャンプ流行ってるからね。キャンプ。なあ、ちっちゃい、こんなちっちゃいの出たの？かわいい。やば。え、これ電気つくんだよねきっとね。カラフルの電気だよこれ。やば、こうなんだ。すげー、かわいい、ちっちゃい。このシリーズ持ってたよね。これだっけ、前持ってたの。なんか持ってた気がする。流行ってるよね。ね、うん。なにこれ、かわいい。かわいい、やば、マジかわいいんだ。なにこれ、かわいい。あ、人参かわいい。人参かわいい。超かわいくない、ね、かわいい、かわいい。かわいい、かわいい、いいと思う。友達にあげようかな、これ喜ぶかな。200円だよ。安い。安いよね、やっぱね。こう詰めるのがかわいくない。あー、詰めてあげる、それもかわいいかもね。あ、これこれ、こうする、こうしよう、うん、人参、うん、かわいい。お花とかより人参の方がかわいい気がする。確かに、かわいい。人参にします。はい、はい。この大きいフリップかわいい。でかっ、超かわいい、超かわいい、かわいい、かわいい。私これ持ってるやつ。どれ、これ。あ、持ってるね。どうじゃ、これ超、これ超いい、うん、ガチでいい。かわいい、かわいい、かわいい。なにこれ、アイスのペンだね、これね、ペンだ、ペンだ。かわいい、これ買う。150円。友達いるかなこれ。あ、友達にあげる。プレゼントする。プレゼントする。喜ぶかもよ。変わったものがいいよね。やっぱここで買う醍醐味はさ、変わったものじゃん。いい感じ。いい感じ。天使の豚。かわいい。かわいい。これかわいいけど500円も。500円だね。これ入んないよね。体調悪くなった豚さん。体調悪くなった豚さん。
この豚はちょっと入んないでしょ、さすがに。入んない、入んない、入んない。残念。ごめんな、豚。ここにいるけど、マジでこれ可愛い。どれ？これ可愛いね。これピーになっててさ、うん、こうつけられると可愛くない？そうね、可愛い可愛い。これガチで可愛い。これ買おう。ん？見てください、これ超可愛い。見て、これ可愛いんだけど、このウサギの入れ物。これ揃ってると怖いね。みんな耳みたいな。怖い怖い、ここ怖い、この一角。可愛いね。可愛いね。スパイスだって、これ。スパイス。え、可愛い、これ。ね、ケーブルケース、ケーブルケース、かわいい。ケーブルやばいんじゃない？ここに収納できるやつ。かわいい。お菓子。お菓子。250円でいいんだよね。チョコバー、美味しそう。皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、もう撮ってるんですけど、まあ今回はね、フライングタイガーで友達に、目安としては1000円ぐらい、あんまりきっちりした金額決めてないけど、はい、まあ、1000円分を買ってきたので、早速ね紹介していきたいと思います。4月にね、お誕生日の子がいるんですよ、私の友達に。その子にあげたいと思います。でね、もうラッピングがすでに買ったものなんですよ。これね、ギフトバッグです。人参のギフト、人参型のギフトバッグなんですけど、これ超かわいいなと思って、あげるものなんでね、こういうのは取った方が、うん、でね、この中にたくさん入ってるので、まあ、この袋も含めて1000円分ですね、まあ、はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まずね、1つ目がね、こちらの、サンダルの消しゴムです。これね、夏だし、2個あってね、かわいいなと思って買いました。でね、これが2個100円ぐらいだったよね。そうだっけ。そうだから、もう1個買ったはずなんですよ。でも、あ、そうです、これです、もう1個買いました、これ。だから2個あげるか、1個は私にしてお揃いにするか迷ってるんですけど、どっちがいいでしょうか。お揃いにしたら、お揃いにするか。2個もらってもね、仕方だよね。え、2個ってなるよね。いや、そんなことよね。そんなことは思わないと思うけど。なので多分お揃いにします。で、こっちが友達で、こっちが私です、うん、はい。次はですね、こちらです。じゃん、ちょっとね、背景が白で見づらいんですけど、ピンです。ちょっとね、背景が白っていうこともあって見づらいとは思うんですけど、私のね、手でカバーします。このピン可愛くない？このなんかパールのさ、大きさ加減というかさ、このデザインが可愛くて、もう可愛くて可愛くて、私が欲しくなっちゃうぐらいなんですけど、今回はね、友達だけ買いました。で、次にね、こちらです。こちらの鍵型のペンです。ここを開くとね、開けるとね、こんな感じでペンになってて、ボールペンですね。ね、青色なんですよ。試しに書いたんですよ、お店で。そしたら青色で、珍しいと思って買いました。これ形も可愛くてね、鍵型なんですよ。可愛くない？超可愛いと思って。がね、壁にね、あ、じゃあ壁にね、こうかけても可愛いし、普通に入れてても、机にね、こう入れてても可愛いし、もうほんと可愛いと思ってプレゼントします。まだまだあります。次にね、こちらの巨大クリップです。こんな感じでね、カラフルな
巨大なクリップで、私の手がこれぐらいなんですけど、私の親指ぐらいあるよ。やばくない？ね、大きい。超大きくて、こんな感じでね。まあ顔じゃちょっと比較わかんないと思うんですけど、親指ぐらいです私の。超大きくて、え、これ可愛いなと思って、まずこのカラーですよ。ちょっと加工で分かりづらいと思うんですけど、青とピンクと紫と緑です。揚げ物なんでね、ちょっと開けられはしないんですけど、青、ピンク、紫、緑の順番で入ってます。ねえ、これ絶対紙とか挟んだら絶対可愛いと思うんですよね。私も欲しくなるぐらい、本当私が欲しいものを今回買った感じです。多分私がもらって嬉しいものは相手も嬉しいと思うんですね。まあ私の意見なんですけど、だから私がねもらって嬉しいなって思うものを相手にプレゼントしたくて、私が可愛いと思ったものをとりあえずあげようかなと。はい、次にですね、あ、もう最後です。最後は、はい、チョコです。本当私チョコ好きなんですね。あの、まず私最近ちょっと、はい、甘いものが好きでして、ガチ、本当にガチで最近甘党なんですよ。で、なんかね、少しでも甘いものにハマってほしいなという思いで買ってみました。はい、ということで今回はですね、今回はね、友達のね誕生日プレゼントで、フライングタイガーで買ったものたちを紹介してみました。ということでね、私が可愛いと思うね、ものを詰め込んだ人参なので、多分友達も喜んでくれることでしょう。ということで、それではバイバーイ。喜んでくれることでしょう喜んでくれることをね、私は望みます。